えミニッツラジオの時間がやってまいりましたあミニッツチャンネルの胸藤江でございますえ今回のねトークテーマはあーミニッツ遠足のね第4弾ということでえ第3弾のですねまあさん <laughs> 呼び名自信がなくてねもうちょっとハテナをつけながら言ってますけどまあさんの翌日にお邪魔いたしました えー、吉祥寺サーキットさんこちらのねえー、お話をしたいと思います実はですね今日収録しているんですけれどもちょうど収録の時間に、えー、スマートフォンにポポッと通知が来てですねえー畑桂知さんの動画で、えー、まあ私も出演させていただきましてですね吉祥寺サーキットの方に えー、お邪魔して本当に最初ですねお会いしてすぐにですね、えー、一緒に動画を回しましょうということで、えー、お話しさせてもらった動画がですね、えー、つい今今をアップされましてさっき見てきましたはいあのー、ちょっとね話題とそれますけれども先日ねタコライスさん えー、いつもねチャンネルに来てくださっているタコライスさんと一緒に遊ばせていただく機会がありまして、えー、もうね数ヶ月前に、えー、作らさせていただいたボディをですね、えー、実際に見せていただいて、えー、走った状態をね生で見させてもらって非常にね感慨深かったんですよね自分で作ったものが人の手に渡ってそれで遊んでいただいてうまーくこう味が出てきてで意外と そのまあ接触しないような部分に関しては、まあ、ツヤツヤな状態がね維持されていたりとかあのー、割とうんとしっかりと保ったれてたなっていうのが少しね安心したんですよ実はね。うん、で今回は畑ケっちさんの方とお話をさせてもらってでボディもねこれ塗ってもらったやつですよって言って見せていただいて。 もちろんその新品の状態からね痛みますよそれはいっぱい走っていただいてるんでだけどねそれこそなんか不手際があっての剥がれとかなんか割れとかそういうのはなかった様子だったのでかなりね初期に作ったボディだったのね 12C 多分2枚目とか3枚目ぐらいの話なのでどうかなと思ったんですけどまあそこはねうまくなっ大丈夫だったので。 あよかっったなって思うのと一度ね手を離れたものをまた見るっていうのは本当にありがたいなと思って、えー、そのライブの中でライブじゃない動画の中でもねありがとうございますって感謝をさしてもらったんですけど本当にねいい機会でしたはいで話は戻ってね吉祥寺サーキットさんの方でのお話なんですけれどもえっ、ー、とね 「誰が誰?」っていうテロップは畠内さんの方のには入ってなかったので「誰が誰?」っていう特定はねやめとこうと思ってるんですけどそのオンライン上でねお世話になってる人が僕の予想をはるかに集まっていただいてですね本当にねありがたかったんですよ。でお話出てる通り、えっとおり、まあ、まずはね えお声かけいただいてご案内最初にねご案内させてまたえっとまあ、YouTube もやられているり太郎さんですねえりんたろさんとお会いすることができましたえそしてえお話し出てる畑たさんにねお会いすることができましたあそして僕の方からお声かけさせていただいてたんですけれどえっと TL さんにもお会いすることができましたはいそして えー、今までの方々が皆さんねどちらかというと、えっと、オンライン上での配信者側の皆さんなんですけれどもリスナー側の皆さんまあでもねツイッターとかで言うともね皆さん配信者なんですけどうんあとはですね、えー、ちまちまさんにもお会いすることができましたあのいつもねチャンネルの方でコメントいただいたりですとかチャットにね参加していただいたりですとかツイッターの方では世にも奇妙な 自作ボディが出てきたりとか実際生で見れて感動しましたうんすごかったですあとねえー、オデロさんにもお会いすることができましたはいあの閉店間際にねえー、マスキングカッティングシートでマスキングいただいたものをね持ってきていただいたんですよすごいクオリティでありがたかったです次のね新しいデザインボディのもうメインとなるようなねロゴをこう 作っていただいたんで本当にねありがとうございましたいやー嬉しいそしてですね、えー、NK さんにもお会いすることができましためちゃくちゃボディが綺麗でしたうんあのー、まあ自分のボディなんで楽をしたくてっていうお話をされてたんですけれどもいやセンスがすごくいいなと思って白とね黒のねモノクロだったんですけれども メインは白なんですけど部分的に黒色を入れてでえっ、ー、とデカール要はスポンサーロゴみたいなものは全て黒一色で収めるってことで走っててもね視認性はすごいいいしあとそのモノトーンがシックでねすごく綺麗でウレタンクリアだと思うんですけどすごくねツヤがあって。 いいななってなんか僕の中での結構理想系に近いボディシンプルなのにちゃんとセンスもあってっていうので、ね、本当にねかっこいいなーと思いましてでもう一つはね、えー、多分畠内さんの動画で今後出てくると思うんですけどハイエースとかねあと86ですか同一の、えー、っとカラーリングでやってたんですけどもそれもねまた綺麗でやっぱりねもう僕のクオリティなんかね 全然ですよ。本当に、もうおこがましいぐらい、この、きれいきれいって言ってもらうのが、本当ね、ダメですよ。僕のフリで満足しちゃう。本当ね、世の中にはすごい人がいっぱいいますんで、なので、あの、僕自身は、すごくいいでしょうどやーっていうふうには、本当ね、思ってなくてですね、本当になんかこう、 僕なんかのボディでいいんですかって思いながらね、実はやってるんですよね。なので本当見る人見る人綺麗だなって思います。うん。はい。あとね、ちょっとねお名前をお伺いできなかったんですけれども、あのー、ちょっとね動画もね撮りたかったんでここでちょっと紹介したんですけど、あのポルシェのえっと904でしたっけ？えっと670年代ぐらいのレースカーですね。あの低い S ホイールベース S のボディをですね複数持たれていてでリアウィンドウがクリアですねクリアなのでそこにですねあのー、キャブのファンデル6気筒分のファンデルを作ったんですっつって見せてくれてめちゃくちゃかっこよかったんですよそれうわすげえこのクリアをうまく生かしてるでしかもプランのね RM のモーターマウントの上面にアルミテープを貼ってそれがね メカメカしくねこう見えるっていうセンスすごいいやーかっこいいと思ってねもう本当はね動画にして紹介させてくださいって言ってたんですけどちょっとねその後うーんとみんなでね走ったりとか話に夢中になって時間オーバーになっちゃってごめんなさいあのー、また遊びに行かしていただいた時には是非ね動画で紹介させていただきたいなと思いますのでいやーあれはかっこよかった 僕もねちょっと作りたいなと思っちゃいましたあれうんはいありがとうございますあと忘れてないよね会った人もういっぱいあったんで <laughs> 大丈夫ですよねはいでねお店なんですけどお店あの僕吉祥寺というところに足を踏み入れるのは初めてだったんですよねでしかもほんとね 何区とか何市とかどこに属してるかも知らなかったんですあ武蔵野市なのねっていうのを行って知ったぐらいですからねで本当に僕その東京都内の土地勘とかその大きさの感覚っていうのは分かってないので行ってびっくりしたんですけどめちゃくちゃ何めちゃくちゃでかい、まあ、田舎もバル出しなんですけど 都都会会やっっってて思思いましたねめっちゃ都会いいと思って <laughs> すごかった。うんすごかった。本当に。こに。で僕らこう地方組の、あのー、ミニッツサーキットってか地方組ってかねそんなのね都心以外全てだと思うんですけど <laughs> ミニッツのサーキットなんてのは辺鄙な地にあるかめっちゃ住宅街にあるか2択っすよもう大体。 じゃないですか皆さんどうですかねこれコメント欲しいなと思うんすけどあんなね街のど真ん中で外に出るともう人がうじゃうじゃいるっていうところの中にミニッツのサーキットがあるなんて信じられんかったっすね本当にびっくりしましたただもちろんそのお店に足を踏み入れるのは当たり前ですけどミニッツをやってる人を知る人ぞ知るっていうようなあのサーキットなので 一旦そのサーキット場に入店しちゃうともう外界とはバッとシャットされていて全くのプライベート空間に変わるっていうのはいいなって思いましたね。これはなんかいいなって思いました。しかもですねその店長さんがわかんないですちょっと会ってんのかわかんないですけどそのビル一帯のオーナーさんなのかなっていうのでそのね 店舗がめちゃくちゃゃく綺麗でしたねおしゃれ綺麗、かっこいい、うん、まああのそこを重視するかしないかとかはもう本当にお店のポリシーだと思いますしお客さんがどう思うかとかだと思うんですけど僕は割とそうまあ多分ねその予算とかの話もあるしねいろいろ大変なのはもう重々分かるんで。 そうしなきゃいかんってこと絶対ないのであんまりちょっと誤解を生むと嫌なんですけどやっぱね綺麗なお店ってすごいですね雰囲気も良かったしあの何、ー、て言うんでしょう淡色のスポットライトを複数置いてコースを照らしてるんですねだからえっ、ー、と人によっては嫌っていうんですけど僕はそのボディのツヤツヤがライトで反射するのがすごい好きなんですねその走っている絵柄がかっこいいので,でそれが 照明がいろんな角度に淡い色であるもんですからあ走る場面によって色合いが変わるんですね。それが最高に気持ちよかったですね。でちょっと薄暗めなので LED のライトがまた映えるのでもう最高ポルシェカップの舞台にはもってこいのサーキットでしたね。あの YY <laughs> ワイワイラジコンさんもねすごく綺麗なな店舗だったんですけれども <laughs> あのー、いわゆるその店舗として綺麗い,いやでもあそこもすごくい綺麗だったんだよなうんだからねそのねな難しいですけどまあそ,そのセンスセンス難しい言い方がすごく難しいんですけどまあそこにこだわってなんて言うんでしょうねお店の収益に関わるならとことんこだわればいいと思うんですけど多分ラジコン界隈に対してはそんなのあんまり関係ないんだと思うんですけど そんな中、そういうふうなお店作りをできているところの余力があると言ったらいいのかわかんないですけど、その辺はね、すごいなって思いました。うん。なのでね、ちょっとまた行きたいなと思っております。で、えー、動画の内容なんですけれども、えっ、ー、と、今のところですね、たくさん撮りました。で、まずは、あのその畑ちゃんとお話しした動画に関してはね、もうすでにアップされていますので、 その後編として、走行の動画はあの私のチャンネルの方にあず,らあずからしてもらってるんですけれども、あの、ちょっと前のラジオで言い訳っていう、ね、タイトルの動画で、去年の動画すら上げれてないっていうのがあってですね、ちょっとタイムラグがね、非常に開きそうなのが懸念なんですけれども、できる限りね、早く上げたいと思います。で そのタイムラグが出ちゃうがためにですねこのラジオを撮ってるというのもありますので少しね概要だけお話ししていきたいと思いますえっとねまずねり太郎さんと2人で入店させてもらってお店の紹介とあと店長さんとの会話をさせてもらってで2人でね入店して入ってちょっとね走らせて遊んでいましたでその後ね畠さんが来られましてでその後ね TL さんが来られまして で、NK さんも来られましてっていう状況の中、あ,あの対談というかあ、お話がスタートしました。で、その後ですね、みんなでフリー走行をしてったんですけれども、まあ、夕方前ぐらいからですね、ちょっとあみんなで揃って走りましょうかっていうことでね、ポルシェカップやったんですよね。うん。吉祥寺サーキットでポルシェカップをやりました。ポルシェがね、3台ぐらい。それ以外はポルシェじゃないんですけど、まあ、ポルシェじゃなくていいので、ポルシェカップはね。 イココールンンディショでで楽ししみましょううということで、あのー、皆さんねナローツーリングに準拠したようなパワーソース、あのー、モーター緑のピニオン7枚っていう車でみんな走らせてることが多かったんで僕もねその、えー、とスペックに合わせて緑の7枚でみんなで走りましょうっていうようなあやり方で、えー、皆さんでね話しは走行しました。 でね、結構走ったんで、えー、たくさんね、動画撮ってますので、えー、何パターンかに分けて、動画のね、方、編集していきたいと思いますので、よろしくお願いします。その他ね、番外編の動画もたくさんありますからね、あのー、あります。<laughs> たくさんありますので、ね、はい。ぜひね、楽しみにしていただければと思います。 ということでね、今回の、ね、ラジオはですね、吉祥寺サーキットさんの方に遠足にお伺いしたお話をさせていただきました。今後ね、動画上げていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ということでね、今回のラジオはですね、以上にしたいと思います。最後までお聴きいただきありがとうございました。またね、次回の動画、ラジオでお会いいたしましょう。